diamonds on the keys, blue. Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty.はいどうもこんにちは、週末アウトドア家族です。今回は、このデリカ初のカスタムということで、鉄板中の鉄板の室内灯を LED に交換していきたいと思います。まあ、これは多分みんなやるんじゃないかな。オレンジっぽいのが好きな人はそのままやし、 LED する人はするし、ただ僕たちはちょっとLED が好きなんで、それに変えていきたいと。一応夜機能取っといたから、またあの変えた比較こんな感じっていうのはちょっと最後に、出したいと思います。で今回つけるのがこれ、 Amazon で買いました。あのベストセラーに入っとったから、まあ間違いないんじゃないかな的な。多分5、6000やったかな。全部ついてて16点セットやったかな。いや、もうちょっとだ、1年保証ですね。1年さ、保証もついててっていうやつかな。6000円ぐらいして12点セットで内張り剥がしセットもついてるみたいな感じかな。でも内張り剥がしですね。まあこれは初手の初手なんで、ここをどうとかな、難しいことはないと思いますが、ちょっと取説がデリカ用って調べたらなんかまだ準備中ってなってて、手探りでつけていくことになると思うんですけど、早速つけていきたいと思います。ヒュンっていう効果音でやってな。じゃあつけていきます。はい、じゃあ早速開封していきます。トリセツ内張り剥がし向こうまで、でこれには多分大々的なデリカ用ではない。ここに車種別ってあるんやけど、これ見たらちょっとデリカが準備中やったから、さっきの手探りで、お写真ね、多分分かると思う形で、こんな感じ。まずはもう前のこの室内灯ですね。前ちっちゃそうです。それが一緒、うん、で一応サイトに何灯って書いてあったから、フロントマップラップ15チップかける15あるやつだ。2、4、5、これ15、これ重いかな、これかそれ、すごい形。初手の初手で手こずっております。はい、ちょっとついてたあれでやろうとしたんですけど、なんかあんまりうまいこと取れんくて、ちっちゃいマイナスドライバーを用意しました。はい、でこれをこの切りかきっていうかな、なんかちょっとねな、ここに入れたらホイッとこの簡単に取れます。取れます。あ、取れました。なんでこっちも行くんかな。あ、そういうことや、両方があのあれになってる。あ、そういうことね。あ、そういう感じね。はいはいはい。一応デリカのあれはこんな感じみたいですね。もうザ豆で、純正品でも良かったんですけど、純正品ってやっぱちょっと高いから、まあ、これが全部ついて、これがこうなんだね。これが一応こんな感じで、こんな感じで交換していきます。ちょっと時間かかりそうやから、ワンを一緒やってみて、はい、開けてみます。はい、ってことはあれ反対ってことね。つけてみます。はい、うお、これね、これを求めてました。はい、でこれはあれになってるから、あ、テープね、うん、ちょっとテープなしで一回つけてみます。うんうん、こんな感じ。ああ、いけてる。ああ、わかる、わかる。全然ちゃうな。これで比べれるやん。優しい。こんな感じですね。とりあえず一回これでカバーつけてみる。うん、いや、あんまりテープっていうのが好きじゃなくて、なんか後とかなくて。で、それをシール剥がしでいちいちあの、こっくるというかさ。はい、しょっぱなからちょっと苦戦して次はこれが入らんってなってるんですけど、パワープレイで入りました。
一応これが純正。おお、全然ちゃう。ザ LED。白とオレンジ。うん、じゃあね。やっぱ僕らはこれの方が好きやね。な感じで、全体的に取り付けていきたいと思います。今これをつけていく中で、まあ、これちょっとカバー外したんやけど、ここにも電気があったっていうのを初めて知った。初めてっていうか全部見れてなかったから。形どれやろう思って探しに行ったら絶対これやんっていう。このためしかないやんっていう形があった。だからこれがこうなるとね。はい。お願いします。で、激明るい。おお。はい、とりあえず一通りつけ終わってどれが余った？これか。これだけ余って。どこかっていうのを2人でずっと探しとってな。で絶対僕は2列目や2列目やいてないって、なんで取り捨てないねん思って、休憩してんな、はい、でママがこれじゃんって言って、はい、開けた瞬間ここにありました。ここにありました。クリスマスぐらいオレンジ。取り捨てなくても、うん、ま、形状はわかるのと、ここさえあれやったらなんとか。オレンジ系を探して見つかるはずです。ラストそこをつけていきます。はい、一応全部取り付けが終わりました。そこもここもね、この見えなかった部分。ちょっと昼前からね。全部ね。これちょっと今分かりにくづらいんで、夜またちょっと暗くなってどんなもんかっていうのを撮りたいと思います、はい、ではまた夜に。夜になりました。大きな、あ、そうだ。夜になりました。で、これの前に、今までオレンジの方が流れて、今変えた LED ライトの点灯をちょっと見てみます。はい、いざ。3、2、1。早いな。バカ明るい。むちゃくちゃ眩しいです。出ちゃうな、うん、もう手元がちょっとぼやーんとしとったんが、もうガッすり眩しいっていう感じになってます。これやね。これなんですよ。これを求めてたんですよ。悪いのが好きかな。で、これちょっと、何の今、スモークも張ってない状態で、これ、外出ていい？ちょっと外に来たんですけど、スモークがない、プライバシーガラスっていうかな。で、LED が明るくなったら、こうなりますっていうの。じゃん。もう丸見えすぎて、だってこことここ何にも変われへんから。うん、全然見える。だ、昼間はちょっと暗いんだけど、夜なってこれやったらちょっとダメなんで、スモーク張ります。張ります。まあでもいい感じに明るくなってくれましたっていう、はい、検証でした。はい、こんな感じやな。まあ付け替えるのも楽やし、専用設計でちょうどいい大きさになってるし、はい、うん、ちょうどいい感じで、はい、明るいのが好きな方はですね、はい、ください。はい、最後締めてもらって、はい、ありがとうございました。チャンネルお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。つけんなよ。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。